ライトアウト、今スタートになりました。さあまずはいいスタートは誰か、2列目のマシーンがちょっと遅れたぞ、サッシャ、いや宮谷友がスタート遅れた、宮谷友がスタート遅れた。そして今ホールショットを奪ったのはチーム無限です。野尻友樹がホールショット、野尻友樹がホールショット。2番手山下健太、3番手にはドコモティームダンデライアンの牧野忠輔でしょうか、牧野忠輔が3番手に上がっている様子。そして4番手はちょっと今混沌としておりますけれども、PMU セルボインディングのマシーンでしょうか、坪井翔がどうやら4番手に上がっているか。そして5番手争いは今サッシャフィレストラーズの松下信春が逆バンコーナーのところでサイドバイサイド、松下がどうやら前に出たようです。先頭は野尻友樹がまずは無難に、そしていいスタートを切りまして、まずは視界をクリアに確保しました。後方のマシーンはご覧のように真っ白の状況でレースをしています。さあ脇坂さん、まずはスタートご覧いただきましたけれども、いかがでしたか。